どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、私 Facebook やってるんですけど、ハワイ在住の、ハワイ人の、お友達からですね、素晴らしい映像が、シェアされましてですね、シンディ・ローパーさんが、ハワイのサンセットビーチの野外でウクレレで弾き語りしているその動画だったんです。それすごい良くてですね、ああもうこれはたまらないからやろうって思いまして、本日はシンディ・ローパーのあの名曲 Girls Just Wanna Be Have Fun をこのウクレレで超絶簡単バージョンでガズレレリューアレンジでやってみようと思います。コードはなんと嬉しい4つ、 CFG7Am 超ウルトラ入門コードでこの曲をやります。そのシンジローパーのライブ映像、もし興味ある方いましたらですね、まあ、私 Facebook やってるんで、フォローしていただくんでも友達申請今はまだ大丈夫、まあまあこれが私の Facebook の探す時の言葉なんですけれども、そこに辿っていくとそのシンディ・ローパーのライブ映像ありますので見てください。はい。でいつものように2バージョンでやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにゆっくり4つ弾きでやりますが、ただし英語ですからね。はい。そこはちょっとなんとかこう頑張りましょう。はい。後半はかっこいいリズムでやろうと思うんですけど、まずもともとの音源っぽくちょっと演奏して、後半にねそのハワイでやってたライブバージョンの方の弾き方もちょっと解説して、そっちもかっこいいんですよ。で両方かっこいいんで、まあ、最後までぜひご覧になってください。まあ、このように自分が大好きな曲をこの小さいコンパクト楽器で自分で弾き語りする、この楽しさはね本当に最高ですよ。これどこにも持っていきますから、公園でもね、旅行でも、でちょっとこう公園で弾いたりとか、もう旅行先でも弾けるし、ぜひ始めてください。楽器が苦手とか音楽やったことない、そんなあなたにウクレレぴったりなんですよ。まず簡単なんです。習ったその日にすぐにコードで歌って弾き語りできますからね。他の楽器ではそんなことはできませんからね。ただし奥も深いからずっと続けられます。はい。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ていただくだけで、この私が親切丁寧に分かりやすくウクレレレッスンをしております。ここにリンクはあるんですけど、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の順番通りに動画を見ていくと、あれ私も弾けちゃったじゃんってなりますからね。はい、じゃあここリンク先行ってください。初心者レッスンはここクリック行ってらっしゃい。カチッ。入ってらっしゃい。で、そのリンク先のところを下に辿っていくとですね、今まで私が取りためた600曲以上のあらゆるジャンルの曲がすでにアップロードされております。もちろん全部超絶簡単ウクレレレッスン動画でございます。最新 J-POP から定番 J-POP から夏メロからアニソンから洋楽からハワイアンから、まあ、大抵何でもあります。しかもどん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 毎日日々アップロードしてますからね。はい。楽しく音楽やっていきましょう。それでは早速、Girls Just Wanna Girls just wanna to have fun. シンプル簡単バージョンの方からやってみる。 2, 3, 4. I come home in the morning like my mother said.Tune in once, and girls, they want
シンプル簡単バージョンやってみました。あの最後のところ、あ、もちろんあのガズレレ流ショートカットバージョンです。1番やってもう最後盛り上がってるところに行っちゃったんですけど、最後のあの繰り返しのところはもうあのもう本当お祭り騒ぎになってるんで、まあ私があのてなんていうのかな、こうガズレレ流にあのまとめただけですので、まあ一個の参考としてあそこ結構長くね、いろんな要素が混ざり合うんで、あの好きな感じでやってもらいたいんですけど、一応あの洋楽の時はですね、結構この感じであの歌詞カードの上にコードを書き出しちゃうんですよ。なんであのテロップ、動画のテロップが一番分かりやすいと思うんですけど、まあ一応ねさらっと見せます。でこれイントロがこんな感じで、最後ここね、ここ大事ですよ。でん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 、はい、ここ一個ずつですから、 Am-Am-Fg7、 はい、これがイントロのポイントです。ここがエンディングの繰り返しのところにもずっと出てくるやつですからね。はい、じゃあまあこれまず1番超シンプル、歌詞の上にこう書いてくると、はい、じゃあここがいわゆるここが2番だな、はい、この4行2番で、ここがまあ一応サビで、もう、ここでも本編は終わりなんですよね。あとはここはあの、イントロのコード進行で繰り返すっていう、上のこの文言で、ここの文章が出てきたり、ここの文章が出てきたりしながら、で、この、they just wanna, girl just wants to 繰り返してる。まあ、こんな感じで、やってます。はい。で、出てくるコード解説。C と F と Am-G7。出た!これはですね、本当にもう どうしようってぐらいの入門コードでございまして、ウクレレを習ったその日に、その日に覚えるコード4つです。いや、よかったですね。はい。でもですね、一応あの、ここでガズレレでせっかく出会っていただいた皆様に、はい、これ、ガズレレ必須コードってここに書いてありますが、必須でしょ?このね、ガズレレ必須コードっていうのはね、8個のコードのグループなんですけど、コードっていうのは本当は星の数ほどあるんですけど、全部覚える必要はないんですよ。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube のこの世界の中では、このガズレレ必須コードの8個のコードを覚えたらもうほぼ8割9割できますから、な、時間がある時にこのコードはマスターしてください。で、もちろんこの4つもそのコードの中に、あ、グループに入ってるんで、ここで4つですからね。もうこれの、あと4つ覚えればいいだけだから、もう相当簡単です。で、以前に私がその8個のコードを解説してる、めちゃくちゃ分かりやすい動画があるんで、ここでコードの勉強してみてください。いってらっしゃいね、ここは。まあ、間違いなく面白いんで、はい、やってみてください。で、じゃあ、ここからかっこいいバージョン突入。かっこいいバージョンの解説はね、結構面白い。これをやりたい、どうしても。ちょっと難しいですよ、最初に言っときますけど。イントロ。ワン、ツー、スリー、フォー。どうですか、これやりたいでしょ。これはですね、まあ、こっち16ビートになっちゃうんですけど、どうなんでしょう、8ビートでできないんですよね。まず C と Am なんです、基本は。で、見ててくださいね、2弦の1フレット、次2弦の0フレット、次3弦の2フレット、ここ2弦の12弦の03弦の2フレット、ここを今102弦の0102102、まあこういうこれを C の中で弾いてるだけなんですよ。はい、次 F の時も同じです。 FG7、 これね、なんとかやりたいでしょう。私はここに書き出しました、ここです。ここ C って書いてあるじゃないですか、ここ Am って書いてある、ここ Am って書いてあるね、こう赤いところだけ変わるんですよ。これは、あとでそれが全部 C です。C を押さえたまま2弦の1、0、2、0。はい。で、ここ Am になっても、ここは2、2って押さえてる。4弦は2フレット押さえて、ここが動く。この赤いところだけが動く。これをメモってください。これはですね、これオルゴールのようにこういうふうに進んでいくんですけど、最後のジャンジャンは FG7 です。F はこう、2、2、0、1、0。これわかるかな?このね、表の読み方、タブフと言います。タブフ。タブフの読み方、以前、ガンズ&ローゼズ曲を使って解説している動画ありますんで、この表の読み方分かんない方、はい、ここでお勉強してきてください。タブフの読み方。はい、これが分かると結構面白いですよ。でん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 、でん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 、でんでんでん、FG7、でん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 、でん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 、でんでんでん、FG7。こういう風になってます。これはですね、ぜひやってもらいたい。ただし、これはね、楽ではない。なぜかというと、右手16ビートだからね。しかも、チャも入ってる。チューダンダ、チャカチャン、テンダス、テンダンバン。まずは、チャを抜くと、こ
ういう風になるんです。これ16ビートのリズムの中なので結構まあ難易度は高いです。もし大変だったら8ビートでやっぱり口で言うのがいいね。でん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 、こんな感じです。で曲の中は16ビートの曲なんですけど、あんまりそのチャカ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 こう16ビートよりは大きい8ビートのノリの方が合うかなと思ったんで、イントロだけこの弾き方をして曲中は8ビートできます。で16ビートとか8ビートとかなんじゃそれは聞いたことないって、そういう方もいるでしょう。はい、ここにリンク貼っておきます。ここはねウクレレできるリズムいろいろな弾き方という私のホームページの1枚で、その中から8ビートをまずマスターしてください。その次16ビートはまああんまり出てこないから、まあ8ビート主体でいいんですけど、イントロみたいにやるのは16ビートで、まあでもどっちにしろ16ビートをマスターした方がいいでしょうね。それができるようになったら今度はこのチャっていうのなんですよ。これデンデスタタンタクタンタタク、このチャが入ると打楽器の要素が加わってよりリズミカルというかグルーブが生み出しやすいんで、8ビート16ビートができるようになったらおのおのチャも練習してみてください。そのさっきのリンク先に全部そのこうレッスン動画が上がってますからね、そこでリズム楽しいリズムをマスターしてみましょうですよね。よし、じゃあ、かっこいいGirls just want to have fun かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 バージョンやってみました。最後のエンディングの繰り返しのところも実はこれで、やるとかっこいいんですけど、これも至難の技でですね、これはなちょっと歌えなかったんで8ビートにしちゃったんですけど、すごく練習すればきっとできます。やっぱ一日でちょっと仕上げるにはちょっと私のちょっとこれ追いつかなかったんですけど、これできたらかっこいいと思うんですよね。これ難しい、持ってかれちゃうんですよ。まあちょっと私もちょっとこそこそ練習してみると思いますが、まあ今の8ビートでも最後の盛り上がるところはバッチリ大丈夫だと思いますのでね、ぜひやってみてください。そして、今日おまけなんですけど、そのハワイでやってるシンディ・ローパーさんのライブ映像を見た時にこの感じとちょっと違うんですよ。ちょっとやってみましょうか。ハワイでやってる時こんな感じだったんですよ。1,2,1,2,3,4 I come home in the morning light感じ、ちょっとカントリーっぽいっていうか、ちょっとこう、そうですね、なんか行ったりした感じだったんですけど、これもおすすめです。この弾き方はさっきのリズムのいろいろのところにある、疾走ビートとかルンルンビートつところの弾き方と近いですね。ジャンジャンジャンスジャンジャンジャンスジャン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 、ここでかっこいいよこれ。 I come home in the morning light my mother said、 この言
ったりした感じ、ちょっとリズムのノリが違うだけでだいぶ曲の表情が変わってきます。ちょっといろいろな弾き方で挑戦してみてください。あー、憧れのシンディ・ローパーやっちゃいました。はい、ありがとうございます。ドン、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクもここに貼っておきます。2018年は全国大合唱ツアー中でございまして、はい、9月は熊本、佐賀行きますよ。皆さんウクレレ持って大集合。九州以外の方、九州の方もちろんだけど、九州以外の方ももちろん集まってください。2018年後半の予定もずらずら書いていく。ちょっと確認しましょう。まず九州行くでしょ。10月は四国ですよ、四国。11月11日は東京大会までガズの CD 出すイベントがありますよ、これ。ガズレレの日ですからね、1111、弦が4本。その次、和歌山行って、和歌山、初登場。で、大阪、立石。その後は沖縄ですよ。皆さん、予定調整して会いに来てください。一緒にワイワイやりましょう。本出してます。はい、こっち。いきなりウクレレ、音楽と人生と楽しむとか、なんかそんないいことばっかり言っちゃうんですよ。これよろしくお願いします。はい、こっちは、リットミュージックから出てるガズレレ教則ボン、これも素晴らしい。あと分かりやすさ、もうこれは、ね、おすすめです。初心者さんおすすめ。はい、こっちは、まあ、いつもおなじみガズレレ歌もシリーズも第4冊まで来ました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はシンディ・ローパー、ハワイのライブ映像にインスパイアされてやってみました。皆さんもぜひやってみてください。さよなら、バイバイ、チャオ。